民主化に取り組む姿勢を示すことで、欧米諸国などからの圧力を回避する狙いがあるものとみられます。一方、反政府勢力の拠点になっている中部のホムスでは、今月3日から政府軍が戦車部隊で街を包囲し、10日間以上にわたって集中攻撃が続いています。15日には、ホムス近くの原油のパイプラインが爆発し、現地からの映像には、黒い大きな煙が街を覆う様子が映し出されていますが、爆発の原因は明らかになっていません。シリアでは去年の3月に反政府デモが始まって以降、11ヶ月間にわたる弾圧で6000人以上が死亡したとみられ、国際社会が有効な手立てを見出せない中、犠牲者の数